ドッキングストレン、ストレンジ、え、何これ、何オートマティック、なんかある、うん、まあオートマティック、オートマティックドドドッキング、全然出てこないわ、全部カタカナだったからかな。うん。おー、情報ネスです。うん。ね、どこで何が出てきたのそれ。え、ディスコード。ディスコード。自動脱菌強度ね。サイドチェーン圧縮。うん。まあいいや。うん。で、何これ。これは群像ホラーアドベンチャー、パラノマサイトファイル23、本じゃ七不思議ですよ。おお。何これ。聞いてた？何ですかこれは。一体これから何をしようって言うんですか。これからまさかホラーじゃないよな。俺あんだけホラーだけはやめてくれって言ってるのにさ。今私が言ったこと何一つ聞いてないよね。群像ホラーアドベンチャーって言ったのにな。言ってた。言ったよ。ほんまや。やるやん。そやろ、叙述トリックって。何のトリックも使ってない。さあ始めていいのか。いいよ。あ、いいのね。はい、ゲームスタート、オプション、ゲーム終了、オプション、ゲームスタート。まあズッキーの声もなんとかなんだろう。ほんまにそれで生きるんですか。いつもなんかあの遅延してるように見せかけられるから苦労するだけで、さっきの会話があればなんとかなるかなっていうね。で、どっちから行く予定なんですか。あれ、決めとかないとねって言ってやめたんだっけ。いや、なんかシギマさんからやるみたいな言ってなかった。あ、そう、そうだった気がする。じゃあ下が全員集合してるからさ、ねえ、まあ、どちらにしろここが多分最後なんじゃないかなって思うけど、うん、だからまあ全員集合してるっぽいサムネがある方よりは春江さんの悪だくみ顔からスタートしようかって感じよね。うん、よし。最終手段、シギマ春江。前回のあらすじ、救出した長沢真由と共に弓岡を問い詰め、新たな貸り主の情報入手を試みたが、特に有益な情報は得られなかった。そこでシギマ邸に戻ると、うん、どうするつもりなんだろうね。やってこう。シギマ春江、午後5時台。もうだいぶ夕方になってきたね。うん。シギマ邸応接間。新しい情報が入りました。本日墨田区で大規模殺傷兵器を使用すると予告した男を威力業務妨害の容疑で手配していた事件で、ああ。容疑者の56歳男性が一般女性1名を人質に取り逃走していましたが、あれ、年齢ってやっと初めて出た？ちゃんと出たのは初めてなんじゃない？だよね、56歳なんて名記あったかな、今まで。午後4時過ぎ、区内の公園で倒れているところを捜索中の警察官が発見し、その後死亡が確認されました。
現場に犯人が所持していたという凶器らしきものは残っておらず、その詳細は不明のままとなっています。また、人質に取られていた女性の行方がわからなくなっており、現在も捜索が続けられています。ねじま。なるほど。ニュースで報道されていたということは、この情報に間違いはなさそうだね。うん。まあ亡くなったことはもう確定か。うん。あんな状態で生きてたら逆に痛すぎてもう悶絶だろうからな。逆に殺してくれってなるわな。ね。さっきまでだいぶ動揺していたけども、もう大丈夫そうだ。平静を保つのも大変そう。取り乱してたんだ。ちょっと一回さ。しどどもどどになってるかも。しどどもどど。かわいいな。ねじま。そうだよね。別に、年齢はここで書かれてはなかったね。うん。ここで56歳って出たこと自体に何か意味があるんだろうかね。とにかく話を聞いてみようか。うん。さて、この場合どうするのがいいのか。飛んで火にいる、なんとやら、というやつなのか。話を聞いてみる？うわぁ、びっくりした。そうだった。ええ、あれ？おったっけ？ええ？え？いや、話が読めへんのやけど。いや、いないよね。今までそんな素振りなかったよね。なかった。そっか、ここに、あれか、逃げ込んできたっていうか、協力するっていうので、あれ弓予感の時すらおらんかったよ。いや、いないいないいないわ。いないいない。なんな。うん。で、あれだわ。そのちょっと前にさ、どっかの公園でさ、いや、協力するから、どっか逃げないでくれよ、みたいなさ。ああ、やりとりしてたよな。カイリヒッターが、この子苦手、みたいな。そうそうそう。それの、あれなんじゃない？かくまってくれ、みたいな。あの、パターンなのかな。以外、なんでって感じだ。うん、びっくりした。ちょっと、なんでいるんですか。この子、どういうつもりなのだろう。どうしてケロリとこんな真似ができるのだろう。最近の若い子って、みんなこうなの？何したんすか？ね？私の言った通りですよね。ちょっと待って、喉がやばい。どんな感じだったっけ？とのあやめちゃんって。昔すぎる。びっくり。去年の7月13だって、あやめちゃんがよく喋ってた回って。1年以上前や。すごい。1年間やってんの、このゲーム。そうだよ。1年間続くもんやな。ウケるね。あ、この時にもう荒石いっぱい喋っとるわ。じゃあもうほぼ荒石やん。ほぼ荒石か。ね？私の言った通りですよね。今ニュースで言っていた人質の女性というのが君で、そしてねじま文親を自分の持っている呪詛玉で呪い殺したのも君というわけか。津軽の太鼓か。かくまってくれるというのでお言葉に甘えてきちゃいました。あなた、何を考えてるの？え？何って。そりゃもちろん。最終手段、ですけど。最終手段。何最終手段って。なあ。あなたは貸り主？今まで出てなかったもんな、これに関して。あなたは呪詛玉を持つ貸り主だったってことね。びっくりしました。実は私も持っていたのでした。ちなみに津軽の太鼓です。それなのに他人の呪詛玉を狙っていたのは？だって、人殺しは良くないじゃないですか。そう思いません？
そうは思わない。そう思わないってことだったらね、秀一くんを殺したのを別に悪いことじゃないみたいな感じになっちゃうからね。肯定しちゃうからな。ねえ、そう思うってしか春江さんには選択肢がないと思うんだが。うん。うん。そうね。生き返らせるために人を殺しちゃダメよね。そう、だから結局ね、自分の手を汚さずに周りの人のやつをぶんどってって話だったんだもんね、最初。うん。うん。ですよね。しかも1対1でもないし、ちょっと割に合わないって思うんです。なので私は、誰かが貯めた再婚だけ使わせてもらおうと思ったんですけど。なのに、そうも言ってられなくて。みんな育児なしで、呪詛使ってくれないんです。軟弱な世の中になりましたよね。こういう時、目的のためにためらいなく呪詛使いまくるような人も、現れないんですから。君と一緒にいた波垣青年は、呪詛玉を使っていたと聞いたが。え、なんでそれ知ってるんですか？やだ、この人気持ち悪い！強く当たりすぎやろ。ちょっと知り合いの刑事に聞いてね。なんか心は泣いているような顔な気がする、リヒタさん。かわいそう。うわ、出た！警察と知り合い自慢。いるんですよね。警察と知り合いだからって鼻にかける人。もう、警察官なんてろくな人間いないのに。うん。ずいぶん警察を嫌っているようだね。おばさま、この人怖いんですけど、何なんですか？いちいち動きが大げさだし。そういえば、自己紹介もまだだったか。あやめちゃんのこんななんか嫌悪感あふれる表情初めて見たわ。なかなかしなさそうやもん。ねえ。僕は。え、いや別にいいです。断られてる自己紹介ですら。かわいそう。それで終わらせるなよ。やめらせだれや。もう知っとかなくても知らなくてもいいから、とりあえず言わせるだけ言わせてあげてほしかったが。ああ、まあまだ聞けそうならこっちも聞くか。ねえ、何の話でしたっけ？あ、ゆうたろうくんですよね。あの人はダメですね。もうビビっちゃって、私が何度も消しかけて、ようやく恐る恐る使っただけなんですから。その上少し目を離したら、あっさり呪詛玉を手放しちゃうんですから、もうがっかりです。なるほど。そうかもね。そういうわけなので、もう私が自分で再婚を集めるしかないって思いました。というのが、最終手段です。そういうこと？自己紹介するんか？するんかな？させていただけますかね？自己紹介しておきましょう。そっちも話しにくいでしょ？え、いいんですか？私に教えちゃって。あ、条件に入るか？どうなのな、条件。ねえ。だって、呪詛玉って結局、かしり主を殺した方がさ、再婚は溜まりやすいわけでさ。うん。でも、ハレイさんが別に何もやってなかったら、狙う必要もなくない？まあ、そうか。こっちが呪詛玉持ってることは、あやめちゃんは知らない？まあ、かくまってもらってる身でもあるしな、今な。話してんじゃないの？話したんだっけ？ちょっとその辺、細かいところは覚えてないな。うん。うん。まあ、私はいいですけども。ん？なんかやっぱ、あれじゃない？そういう条件とか持ってそうじゃない？ありそうよな。ねえ。私はこの家のシギマハルエ。父と夫は警察官僚です。え？じゃあ、警察の人間が最低な人ばっかりだってわかりますよね？ああ。そうね。
確かに冷たい人は多いかも。特に身内に対しては。警察官の家族なら何があっても我慢して当然、みたいなのはよくあるし。そうそう、そうなんですよ。嬉しい。おばさまとはなんか分かり合えそうです。そう？よかった。そして僕は帰りした。私立探偵をやってる。覚えてくれよな。うわ、聞いてもないのに。え、しかも探偵？こっそりつきまとって人の秘密を探ったりする仕事ですよね。ああ、だからやたらと探りを入れてきたりするの？やだ。おお、どうやら何をしても嫌われる流れに入ったようだ。ここからさらに元警察ですって言ったらさらに嫌われるわな。嫌われるやろ。おばさま、どうしてこんな探偵と一緒に行動してるんですか？ちょっと、いろいろ調査をお願いしていてね。なんかこっち見てるし。言ったことあんのか？だから。今までなんか、変な人だなと思われることはあっても、こんなにカイさんを全力拒否する人なんていなかったのに。初めてよ。悲しい。ところで、君の親も警察官だったりするのかい？あんなのもう父親じゃないです。名実ともに。穏やかじゃないのね。もう戸籍上は縁を切ったのに、今日だって偉そうな割に助けてくれないし。今日？まあ、人質に取られちまったからな。はい。今日犯人を追ってた堤って警部？あの人です。なんだって？君が堤警部の娘さんなのか？ドアップリヒター。元です。元。もう他人です。父親らしいことなんて何一つしてこなかったんですから。うん。実は今日警察が追っていたあのねじまという男だけど、過去に逮捕された堤警部に恨みを晴らすために娘を狙うと言っていたらしくてね。はあ？なので保護するために警察がずっと君を探していたそうだ。今日警察に追われていたというのはそれだったわけか。ねえ、そんなのわからないですよ。あんな大勢で高圧的に来られたって。で、ちょっと待って。それじゃあ私、今日あの犯人に命を狙われてたってことですか？ああ、そうなるね。殺して正解だったね。幸い無事に済んだ、というか、逆襲したようだけども。だったら、正当防衛ですよね。いや、本当に怖かったんですよ。警察の身内ってだけでこんな目に遭うなんてたまったもんじゃないです。まあ、そこはそうな。もともと堤に復讐するために選ばれたのがこの子なわけで、まあ、余計なお世話というか。ねえ、もう関係ないでしょっていう。願ってもないことやもんな。ねえ。それは、本当にね、子供にもとんだ迷惑がかかって、ごめんなさい。あ、いえ、おばさまが謝らなくても。ああ、ごめんなさい。つい息子と重ねちゃって。息子さん？何かあったんですか？うちの子もね、警察への復讐が目的で誘拐されて殺されてね。うわ、ひどい、最悪、かわいそう。あ、そういえば去年そんな事件ありましたね。おばさまの息子さんだったんですね。
それは辛いですよね。ちゃんと共感できるところには共感してくれるんだな。うん、うん、ただのサイコパスってわけじゃなさそうだわけではないよな、うん、一応まあ常識的な部分はある。うんうんうん、まあ、そういう部分もあってひねくれちゃったみたいなところがあるんだろうからね。うん、人一倍ね。自分の貫くところは貫くって感じなんやろな。うんうんうん。ああ、まだ増えたが、自己紹介がありそうだな、続きが。そういえば、今まで何度も会ってたのに、お名前も知らなかったんですけども。これでもう知り合いですね。え？怖い。怖い、今の知り合いですねって。知り合いにしか使えないとかなのかな。あー、どうなろうな。怖いわ。ジソダマを使ったの？あなたは、ネジマに人質として連行された後、庭園でジソダマの呪いを使って逃げたってこと？まあ、そうですね。っていうかさ。うん。それの時間的にもさ、うん、日沈んでないよな。沈んでないわ。使えるってことやん。使えてるわ。それだけのまあね、能力というか霊力みたいなのがあれば、やっぱ夕方とか関係なく使えちゃうのかね。のかな。まあ堤哲夫ちゃんの娘さんとなれば霊力もそこそこあるだろうからな。うん、もう無我夢中でどうにか逃げなきゃって思って。え、今使うことができるの？呪詛玉を。やっぱそうなるよね。そうなるよな。ねえ、確かに昼の間は呪詛玉が無反応になってましたけど、もう夕方ですから。ああ、使えるようになっちゃったか。ああ、なるほどね。うん。試しに使ってみたら、使えちゃったみたいです。何？まだ力が弱いのか、何回も連続で行使するのは難しそうですけど。まあ、今ならもう一回くらい、いけると思いますよ。すごい顔。うーん、リヒタさんに先に使いそうな気はするけどね、ここの二人のどっちかに使うってなら。なら僕に一度試してみてくれないか。うえ、そう、なの？あ、だから、一応お伝えしておきますけど、もう始まってますのでご注意くださいね。始まってますので、もう知り合いですねからかな。あ、始まってる？何が？呪詛の条件狙ってますよ。あー、なるほどね。あー、まだ揃ってはないかな。ね。だよね。君ら射程圏内に入ろうとしてますよってね。近づきすぎると危険っすよってね、一応警告してくれてんだね。触れると火傷しちまうぜ。あら、怖い女ね。いやー、これどうするよ。だってこっち側っていうか春江さん側はさ、うん、誰かじゃない、何かあの火にまつわるもの持ってないと使えないわけじゃん。でも塔のあやめってさ、うん、あ、何も塔のあやめの塔が火使ってる感じやから、いけるのかそれで。燃えんじゃない。名前が燃えているわ。私の名字わからないみたいな。そんなことあるかね。怖い。呪詛の条件今行使できる。油断してた。夕方でももう行けるんだ。マダム、落ち着いて。どうすればいい？何を聞けばいい？
わあ。うお、めちゃくちゃある。ああ。でもどうなんだ。なんでここまで知ってるんだろうね、本庄七不思議について。あとねじまの呪詛玉ってどうしたの。ああ、これは気になる。これ何個聞けるのかな。な、下手しい、なんか一発で死ぬんかな。ねえ。牙持ってる？もうなんだろう、図星というか分かりやすすぎる。狙いに行ってるやん。許しをこうもなんかあれだしな。知りたいとこといえばなんかこの右側、ここの4つぐらいじゃない。うん。いや、望みについてはあれかもしれないけど、あの本当に葛飾北斎なのかな。そうやな。うん。だとしたら相当数殺さないといけないけども。まあこれか、一番気になるのは。うん。うん。ねじまの呪詛玉は？いやいや、そんな話よりも、そんなに動揺するということは、やっぱり呪詛玉持ってますよね。おばさまもかじり主ですよね。まあ嘘ついたってしゃあないとは思うけどな。こっちも別に条件知られてないから、うん、だからそっちが使えるんやったらこっちも条件握らせていただきますけどねのくらいの方がいいんじゃない。はいって言ってってこと。うん、つつみ、あなた条件に入ってますよ。あ、なるほどね。脅し。鉄尾ちゃんのさ、呪詛玉がさ、その嘘ついたら分かって使えるってやつじゃん。うん、同じ条件なことあるかね、親子揃ってね。いや、それはないんじゃない。それはもう呪詛玉によって違うやろ。うんうんうん。だから正しく答えることとか、そのこれ選びたくなるけど、でも正しく答えるか。うん、こっちも狙い覚ましてるぜって。うん、使えると分かったならばって感じよな。うん、ええ、そう。どうせ気づいていたのでしょうけれども。まあそうですね、昨夜の時点でちょっとしらじらしすぎますもの。ここの住所的に呪詠は送り表示儀ですか。ええ、そうね。で、かしり主を呪い殺せば再婚がたくさん手に入るんですよ。知ってるけど。ねじまふみちかを呪い殺して再婚は手に入ったのかい。ええ、あいつの持ってた呪詛玉にもいくらか溜まってましたから。あとかしり主一人分あれば 100% にはなるかと思うんです。呪詛玉の再婚って合算できるの。そうです。秘術に必要なのは再婚だけですから。どういう形であれ、必要な数さえ揃っていれば、大丈夫みたいです。なんで知ってるんだ、それ、あやめちゃん。どっから情報を得たんよ、ねえ、そこまで詳しく知ってるって、なんか、それ相応の知ってる人がいなきゃ無理だと思うんだけど。荒石とか？荒石先生と知り合いっすか？そう。じゃあ、私が、それを奪っても、いいのね。まあ、おばさまったら、やる気満々じゃないですか。マダム。怖いよ、この二人。おお。はあ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 。父親、タバコ、ねじま、願い。どうしよう。いやー、タバコってなんだ。タバコ？
タバコは別になんか…なんかな、ただの雑談雑談なのか、タバコは持ってるかって話になるのか。あーね、タバコ確かに火のつくものだもんな。うん、なんかそれを直接聞くのもなんかなって感じはするけど、うん、ちょっと一旦セーブしよう。怖い。何に広がるよタバコが。ね、まあ条件こっちが揃ってるかどうかの確認ぐらいなもんだよな多分やるとしたら。うん、でもなんかそれ気づかせちゃあかんような気がするな。うん、頭いいと思うからさ、そこそこ感づかれそうな気するけどな、うん、それ全部聞けるのであれば聞いていきたいんだけどね、上から。うん、やけどなんか一個一個もう進んじゃいそうな感じするから、うん、だってあの質問以外聞けなかったしな。交渉する？交渉ってなんだよ、だってお互いバチバチなのに今。うん、願いかねじまとかじゃない。うん、私は願いの方が聞きたいかもしんない。ちょっと願いにしていい？うん。お、はあ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 。え、いやまだじゃない。まあ無理だよね。あやめさんの願いはやっぱり葛飾北斎の蘇生。はい、それより大切な命はこの世にないですから、自分のも含めて。北斎が蘇るなら文字通り死んでもいいと。命は不等価ですよ、少なくとも私にとっては。人の心を揺さぶる芸術作品を生み出せる命のなんと尊いことか。何も生み出せない自分の命に価値なんてないです。過激ね。若いので。でもおばさまもそうじゃないんですか？え？自分の命よりも大切な、そしてその他の多くの命よりも大切な命のために頑張ってるんじゃないんです？まあ言い換えればそうよな、まあ、自分の命に変えてでも守りたかった存在ではあるからな。そうだね。それで周一くんが生き返るって言うんだったら、うん、春江さんは自分の命も犠牲にしそうな勢いではあったよね。するな。うん、確かにそう。あの子を助けられるなら私の命も他人の命もどうなってもいい。過激ですね。人の親ですもの。実の親の思いってそんなにすごいんですね。こーわ。どうするこれ。いやこれほんまにでも行使すんのか。いやいらんでしょ。だって今まで結局さ、行使せずに来れたわけよ、誰も彼も。そのねじま以外、ねじまとこのあやめちゃん以外、それで使っちゃうのはなんかな。春江さん今まで我慢してたのにって思っちゃうな、なんか。まあでも同じ選択肢のところに帰ってこれるんやったら、うん、なんかタバコ以外で聞きたいけどな。タバコ以外ね。うん、じゃあ父親で行くか。聞いてみるか。うん、警部のお父様ね、さっき会ったわ。ああそうですか。不器用そうな人だった。はあそうですか。真面目で愛嬌がある感じで娘さん可愛がりそうだけど。え、やめてください、気持ち悪いので。
何も知らない外の人間が、よその家庭の問題に口出さない方がいいですよ。ま、うちはもう他人ですが。親権はなくなっても、血のつながりはあるのでしょ？え？ないですよ、そんなの。え？ないんよ。マジ？え？多分あの人も、私が何も気づいてないと思ってるでしょうけど、いろいろ見てれば、あの両親とは血がつながってないことくらいわかりますから。養子ってこと？気になったら調べられますよ。それくらいは。私は、赤ん坊の時にもらわれて、育てられただけです。母が結婚してすぐ身ごもった一人目の子供が、死産だったそうです。それでだいぶ心を痛めてしまったようで、見てられなかったんでしょうね。母のためにって、私がその子に代わって引き取られたみたいなんです。父の独断で。鉄夫ちゃん。独断はまずいよ。まずいな。独断？気を利かせたつもりなんですかね。だから、誰でもよかったんです。行き場をなくした母性の受け皿になれば。そんな言い方は、人一人育てるってのは、そんな簡単なものじゃないんだけどね。母にしても、勝手に見ず知らずの赤ん坊を育てろと言われても戸惑うだけですし。かといって放っておくわけにもいかなかったでしょうし。そのくせ父も、母任せです。何も面倒も見ず。勝手ですよね。ほんと。母も、父との距離感がつかめなくて、お互い機嫌を探り合ってる感じで、すごく気持ち悪かった。ちぐはぐな家庭でしたよ。まあ、私のせいなんですけどね。そんなこと。不器用なのも仕事の都合も、わかるけど、それを免罪符にするなって感じです。そんなの知ったこっちゃないし、こっちはたまったもんじゃない。なので私、早く家を出て、一人暮らししたかったんです。学費や仕送りでは頼ってますけど、そのくらい当然な気もしますし、今更、その程度で父親面しないでほしいですけどね。それは、辛い。家族全員、漏れなく辛い話。ごめんなさい。確かに他人がとやかく言うことじゃなさそうね。ああ、うっかりベラベラして話しちゃいましたね。何が条件になってるかもわからないのに。今の話が、送り表示儀の条件に関係してるんですか？さあ、どうでしょうね。いやー、ちょっと突っ込みづらい話にさ、呪詛行使って書いてあるの。じゃあ気になって仕方なかったんやけどさ、ずっと左上にこのタイミングで押せるかって。本当だよね。私どうせブブってなるに決まってるやんね。変われへんと思うけど。本当だよ。この状況で使おうと思うシギマハルエさんの心よ。
なるほどな。まあね、鉄夫ちゃん自身にその悪気がないのは今までプレイしててさ、十分分かってはいるけど、確かに身内としてそんなことをこうされたりとか、そういう環境で育ってきてたら、たまったもんではないと思うわ。やめてくれって感じよな。あやめちゃんからしたら。そうだね。ちょっと、なんか誰もこう、幸せにならん。誰も報われへん。いや、本当に、だから全員漏れなく辛い話だったよね、マジで。そうか。じゃあ、ちょっとねじまの話でも聞くか？聞くか。ねじま文親は、どうやって殺したの？教えないですよ。私にとっても、因縁がないわけじゃない男だから。子供を誘拐された理由の一つに、あいつも関わってるし。別に、話してたら向こうが、うまい具合に条件を踏んだってだけです。過去の事件を反省してる感じは、あった？それは、なさそうでしたね。あ、そう。どうしようもない男ばっかですよね、世の中。チラチラ、カイさんの方を見ながら。カイさん今関係ないやろ。それは同意。なんかこっち見られてる感じする、ね。わかる。かわいそう。ほんまにやんけ。ほんまに帰りきたやん。ほんとじゃん。まあ、もうちょっと聞けそうか。結果的にあなたがねじまの大量殺戮を止めたとも言えるのよね。それはどうでしょうか。私がやらないとも限らないですよ。え？片刃の足の呪詛玉手に入れたんですが、この呪詛、とんでもない内容です。ああ、やっぱり持ってんだ。残念ながら、自分のじゃない呪詛玉は、さすがに夜にならないと使えなそうですけど。あら、そう。それ、言ってよかったの？まあ、私ったら、やっちゃいましたね。なんかどこまでわざとで、どこまで、ドジっ子なのかわからないんだけど。なんか、重複しない。あれ？わざとで、ドジっ子で。わざと、その、策略的というかさ、そういう風に言ってんのか、まあ、考えてやってんのか、さ、本当にうっかり言っちゃってんのか、天然なのか、そうそうそう。っていうところが。なんか重複しちゃってたっぽいわ。じゃあ願いについて。だとしたらあなた、その願いが果たせなかった場合、今後どう生きていくの？考えてなかったですけど、ずっとそれを果たすために生きていくのかもしれないですね。やっぱり過激。飛白の会長もあなたみたいなタイプなのかもね。誰ですかそれ。強すぎる執念が渦巻いて妖怪変化みたいになった存在。とんでもないこと言ってる。まあそうかもしれんが、でも実際ね、物理で使えるって言ってるしな自分で、でもまあ大して能力もなければ、結局私たちその山森夏江さんが喋ってるとこ聞いたことすらもないからね。聞いたことすらないしね。えまあ妖怪か、なるほどな、なんか存在だけが一人歩きしてるような、確かにわかるわ。私もそうなるってことですか？将来が楽しみになった？え？
そんな年まで叶わないの辛すぎますよ。今叶えたいので。あ、まだ聞けるんだ。私が命を懸けられるのは北斎先生だけですから。ああ、終わった。さて。いや、交渉は俺なあ、あかん気がするな。ダメか。なるほど。交渉がトリガーな気がしちゃう。であれば、じゃあこっちの条件踏んでるかどうかの確認の方がいいか。聞いてみますか。なんでタバコなんか気になるけど。あなた、タバコは吸う？あ、はい。まあ、少し。あ、吸うんだ。ででいや、今持ってるとは限らんから。まあ、確かに、そっか。吸いたかったらどうぞ。遠慮なく。大丈夫です。この部屋、灰皿なさそうですし。ここ、吸わない家庭ですか？そうね。うちは珍しく、誰も。目が怖すぎ。何、今だって言ってる？いや、でもリヒタが犯罪を助長するか？いや、しないよね。使おうとしてるんじゃないだろうな、マダムみたいな顔かな。あ、そうやめておけよマダムっていうような目をしてる。これ、なるほどね。じゃあそのまま使わずに行きますか。講師じゃーん。どうして急にそんな話を振ったんですか？さあ。あなたを殺したくなったからよ。残っちゃったけど？交渉残った。まあ、やってみるか。やるしかないか。ねえ、あやめさん。ものは、相談だけども。いいえ、やめましょう。あなたの持っている呪詛玉を譲りませんよ。そうね。そんな生半可な覚悟じゃない。あなたも私も。分かってるじゃないですか。まだできんのか。今、交渉の余地なんてないですよね。そうね。今は。何？使えってこと？こう、まあ、どうだろうな。いや、もうちょっと話してみたら。もうちょい話すか。じゃあ使わなあかんの？どっかで他全部チェックついちゃったしな。いやー、タバコを吸うって言ってたから、出るやろうで呪詛行使できるかもしれへんわしてるかな。そうだね。使うか、じゃあ。交渉の余地がないから使うわ。って。春江さんの覚悟だって生半可なものじゃないからね。これで秀一くんが生き返るのであれば、やるしかない。やっぱダメだ。ブブってなった。呪詛使おうとしました？今。そっちの条件、
踏んでなかったみたいですね。はぁあ、さっき話したからかな。タバコの話したからかな。あーかもね。持ってたライターをさっきこっそり足元に捨てたのがよかったかな。いつの間に。タバコの話をしちゃったのは失敗だったと思いますよ。やっぱり。やっぱりね。火種の所持、これが条件だったら、もう私がそっちの条件を踏むことはないですね。おばさまは会話で探る必要なんてなかった。ただ、先に呪詛を使えばよかったんです。私、ねじまの持ち物を全部持ってきたんで、ライターもその中にあったんですよ。でも、もう終わりですかね。そうね。ああ、まだ？これやり直せんのか？ちょっと、一旦さ、他のルート見て。いやでもここどうしたらいいんだろう。え、絶対さ、なんかエンディング分岐的なところ何箇所かあったと思うんだけど。あるんじゃないかな。ね、さっきのさ、その持ってますよね、はい、いいえ、黙秘のとことかさ、ここのそのタバコの話する前に呪詛行使してたらどうなったかとかさ。うん、一旦やるか、一旦やりきるか。どうする？いや、進んでいいよ。オッケー。さて、おばさまは手の内がバレたのでもう打つ手はないと思います。そっちの探偵と力ずくで抑え込むことはできるかもしれないですが、それはきっとこの探偵はやらないですよね。ああ、条件が確定でないうちは、僕はそこまでのリスクは犯せない。意気地なし。私、おばさまを呪い殺して再婚を手に入れるために来たんですけど、いろいろ話も聞いちゃったので、一つだけ言わせてください。蘇りの秘術、もう諦めたらどうです？さっき言ってた息子さん、ですよね。蘇らせたいの。もう、十分じゃないですか。そこまで思ってもらえたなら、お子さんだって満足ですよ。私は北斎先生が蘇るなら、本当に死んでもいいんですけど。おばさまは、ダメでしょ？息子さんが蘇ったなら、あなたも生きなきゃダメでしょ？というか、本当は、一緒に生きたいんですよね。まあ、生きていくとしても、人様の命に手をかけてまで生き返らせた自分の姿を見せて育てることになりますし、犠牲にしたすべての命の重さをまだ小さい息子さんが背負うことになりますけども。いいんですか？本当に。
それを考えていなかったのだとしたら、おば様は息子さんの人生のためじゃなくて自身のために、自分の拠り所にするために蘇らそうとしてたんじゃないですか？違う。マダム、冷たいことを言うようだが、彼女の言う通りだ。息子のために何でもできる自分をアイデンティティにしてはいけない。違う、違う。誘拐事件の真相は判明した。あとは時間をかけて自分の気持ちと折り合いをつけていくべきだ。そのためにできる協力は惜しまないよ。人の心に寄り添うのが探偵だからね。おばさま、どうします？マダム、ジュソダも貸り主に譲渡すれば、自身は貸り主ではなくなる。命を狙われることはなくなる。あやめ君は見逃してくれようとしているようだ。よく考えて返事をしたまえ。うわあ。いやー、これはあやめちゃんの言う通りなんやろうなとは思うな。その先生き返ったとして、本当にその息子を一人にさせておけるのかって言われたら絶対そうじゃないから、春江さんは行きたいと思うし、だし秀一くん自身もやっぱりその正義のためにとかっていうので今までその命を全うしたわけで、そんな秀一くんがその大量の犠牲がこう元に蘇ったってことを知ったら、それは喜ばないというか、そう思うよ。なんかその自分の正義すら疑っちゃうんじゃないのかなって、何かしらのなんかね、そのせいで、さ、自分の正義のせいでお母さんがこうなっちゃったってなるとさ、自分の正義って何やったんやろってなんかなっちゃう気がするから。そうだね、なんか何かしらの業を背負った状態で生きることはもう確定してるみたいなもん。それはあまりにも辛いことなんじゃないのかな。あやめちゃんがすごく真っ当なことを言ってたと思う。またそうか。辛いけどな。これは、春江さんのためでもあるかな。手放すことは、まあ、そもそも人の命っていうのは、まずもって生き返るものじゃないからね。そうね。そうね。春江さん、渡そうか。わかった。これを。はい。ありがとうございます。マダム、いい判断だ。本当に再婚全然ないんですね。使うとしても、一度きりだと決めていた。でも、回数の問題じゃない。火種か、使えるかな？じゃあ、私はこれで失礼します。おば様の再婚が取れなくなったので、次の貸り主のところに行きますね。残る貸り主？
それは誰だか分かって言っているのかい？はあ、親子対決ってことか。鉄を。わあ。そうですね。さっきの話で大体。どうします？止めます？うん。僕が決めることではないがね。そうですよね。じゃあ、電話を貸してもらってもいいですか、おばさま。ええ、いいけど。どこにかけるつもり？え？警察ですよ。もう直接呼び出すのが早いと思いますので。おー、はぁ、うわ、シギマ・ハルエの覚悟っていう実績が解除された。おー、まあこれはこれで覚悟だよね。手放す覚悟。そうだね。まあ希望に、本当に小さな希望にすがりついていった状態って感じだったわけでね。まあ肩の荷が降りたんじゃないの。そうかも。今までずっと気張ってたと思うから、さあちょっと春江さんの別選択肢も見たいんだけど、見てもいいかい？まあいいんじゃない、ちょっとね気になるんだよ。タバコの話せずに呪詛行使するとか。そうしたいなって。ここにちょっと一旦上書き。さあ途中からあやめとの会話から、あなたは貸り主。そう思わない？そうかしら。あ、おばさま目的のためにはどんな犠牲も厭わないタイプですか？それ、ちょっとどうでしょうか。どんな育ち方をしたのかって思われちゃいますよ。まあ、手厳しい。なので私は誰かが貯めた再婚だけ使わせてもらおうと思ったんですけど。まあこういう話につながるんだな。オッケー。そうは思わない。いや、いいな。なんか急にさ、この話になってから、あやめちゃんの表情が豊かになったからさ。豊かになったな。そう。ああ。これ多分何聞いても同じな気はするんだけどな。そんなことよりって。いや、持ってる。さっきどれ聞いたんやったっけ？さっきは、ねじまの呪詛玉はって。ああ。本所七不思議とは。まあ、他は別に許しを請う。いや、やっぱ無理なんだな、多分。そんな話よりもって言われるな。これだ。黙秘もやってみたいんだよな。いや。一旦黙秘。うわ！あ、それです。うわあ、マダム、マダム、条件を踏んだのか。まんまとやっちゃいましたね。それじゃ、ボコボコタイム始まりです。もうなんでこの後に及んで隠すんですか？貸し主じゃないなら最初から来ないですよ。やめろ。残念ながらもう死んでますね。なんということだ。おばさまの呪詛玉はいただいときますね。うわ、なるほど。送り表示の条件は着火器具か。
危なかった。さてと、探偵さんはどうします？くっ。あなたは貸主じゃないので別に見逃してもいいんですけど、私を捕まえようとするならそういうわけにもいかなくなりますね。どっちにしますか？あいつの条件が確定できない。仮説で動くのは危険か。依頼主はもう死んでるわけですし、探偵がわざわざ私を捕まえる理由はないですよね。市民の務めとして君を通報することはできるが。え？びっくり。まさか今更正義の味方気取りですか？そっちも最高の溜まった呪詛玉を奪おうとしていたくせに。あ、特に言い返すこともないようですので、私はこれで失礼しますね。ああ、黙秘が条件と。貸主であったシギマハルエを呪い殺したことで、当のアヤメの持つ全ての呪詛玉の再婚の合計は 100% を超えた。しかし、遠い過去に死んだ人物を蘇らせるには、より多くの再婚が必要になるため、もう相当昔だからな。うん。彼女の願いを叶えるためには、まだまだ再婚が足りなかったようだ。なので、完全に日が暮れ、霊夜祭の効果が高まるのを待った後、彼女は根島文親から奪った片刃の足の呪詛玉を用いて、個人情報を知っていて、かつ自分にとってどうでもいいと思う人物から順に呪いで殺していった。ほう。個人情報知ってたらいいんや。なるほど。だからあれ自己紹介や。ああ。だからどっちの条件も踏むとこだったみたいなとこか。ああ。だから自己紹介をして、いやでも、どうなの？黙秘やから、聞いたことに対して答えへんかったら殺せるってことやろな。だからあんたの名前何ですか、うん、って言って答えへんかったら殺せるし、うん、知って自己紹介して個人情報を知りましたでも殺せるってことだね。根島文親の呪詛玉を使えるようになるからってことやね。うん。うわぁ、なんて強い。強っ、うん。片刃の足の呪いの条件。その時点の顔、住所、氏名、年齢、職業、所在地のすべてを知る相手の手足を切断して失血死させる。ああ、じゃあ結構知らなあかんね。ああ、でもそれに関してだったらさ、アシミヤのおっちゃんは強いだろう。あ、学校やからそっか。そうそうそう。うわ。やるねー。ああ、だからある程度握ってるって言ってたんか。うん、そういうことだわ。その多くはこれまでに女子大生という肩書きにホイホイ寄ってきた大勢の男性たちであったが、被害者の中には、ひゃー鉄尾、ああ、堤鉄尾も含まれており、しかも貸主ということで早々に手にかけていたため、捜査チームが混乱し彼女を取り逃すことになったのだという。それから各所から名簿や電話帳を手に入れ、個人情報を知った人物を片っ端から呪いで殺し、いや今だったらなかなか難しいことかもだけど、この時期っていうかこの時代は簡単に手に入るよね。そうだよね。自宅にいると何もないのに突然手足をもがれて死ぬという怪死現象が全国各地で多発し、社会を震撼させることとなった。怖すぎ。ああ、終わった。うわー、これはまずいですわ。いやでもここで条件がわかるんだね。片刃の足、なんかもうちょっと推理したかったけど、うん、判明させられちゃった。あ、笑ってるで。おい、何笑ってんねん、あやめちゃん。
もうだってほぼほぼ人おらんやろ。うん。こんな。そうなるね。だって一般人の再婚なんか貸すなんか全然ないやろ。うん。0.何%ぐらいのやつやろ。うん。だからもう大量虐殺だよね。うわぁ。なるほどね。それからしばらくして、怪死現象が収まってきた頃、まだ終わんないのか。現代に彗星のごとく現れた天才浮世絵女性画家が話題になる。女性画家？女性画家？え、葛飾北斎って、私男だと思ってたんだけど。俺も。あやめちゃんの体。合体したんちゃん。そうかもね。体をよりしろにって話。あやめちゃん、そう。よりしろに中が葛飾北斎とかさ。ってことなのかな、なんかね。え？その人物は、謎の、華僑女子を名乗り、次々に優れた作品を発表し、瞬く間に名声を上げていった。その技能はまさに、葛飾北斎が現代に蘇ったようだと、高い評価を得て、歴史に名を残すことになったという。エンディング4、塔のあやめの本懐。あー、やっぱそういうことじゃないかな。あー、なんか。あ、分岐した。分岐してる。え、なんか。ちょっと燃やそうや、あやめちゃん。燃やすか！燃やそうぜ。じゃあ、かしり主と認めた後からかな。RA も認めた後あれいいんじゃない？タバコの話とかする前に適当な話を振って。うん。じゃあね、バイバイ。あばよ。なに？マダム、まさか。うわぁ、すごいな。燃えとるで。燃えるんや。人って燃えるんですね。ねえ、ちょっと火事になっちゃうって。マダム。どうして？今しかなかった。カイさん、依頼料清算してくださる？承知した。もうここであなたとは手を切るわよということか。うん。数日後、雨漏り少年、ちょっといいかい？おお、はい、呼びました、リヒタさん。勝手に進んでる。ああ、君は亡くした子を呼ぶ母が隅田川に乗り蘇らせたという伝説を知ってるかい？何です？それ。うん。人界にさらわれた我が子を必死に探すあまり正気を失った母が隅田川で息子の死を知り、塚を建ててそこで祈りを捧げ続けたところ、なんとその塚から息子が蘇って現れたという伝説だね。脳の題材にもなっているものだよ。へえ、それで？いや、伝説は本当にあるんだなと思ってね。すみません、リヒタさん、2回目ですけど。何です、それ？ああ。ほんまに蘇ったんや。なるほどね。だから、あれやな、隅田川のところに遺体があったっ
ってことやんな。そういうことになるよね。そうか、一番その人にとってというか、その蘇らせた人にとっての近しいものが身の代になるみたいな。なるのかな。であれば、その遺体が発見されてないって状態でまだ残ってたなら、その体に宿るのか。あ、葛飾北斎が残ってるわけないから、それこそそのなんか先祖代々みたいな感じで、その何、末裔とかがより代になったとかなのかな。あー、なのかもしれへんけどな。なるほどね。まあなんか語り継がれていく感じになったってことやね。うん、ここでエンディング分岐やっぱ2つあるんだね、すごいね。そうやな。まあもうクライマックスが近いってことだろうな、これっていうことやな。うわ、この景色結構好きだな、隅田川の。隅田川、うん、伝説になってるけどな。ね。終わりかな。あ、ん？リヒター。お、これはこれは、ようこそ我がオフィスへ。さあさあ、狭くて汚いところですが、どうぞこちらへ。エルネスティーネ、ご挨拶は。ピョピョピョ。あー、白いインコやったっけ。うんうん、そう、よくできたね、いい子だ。ほう、そちらの少年が例の。やあ少年、僕が探偵だ。お母さんには少し前に世話になった。ああ、春江さんのかな。ほう、なんと将来は探偵を目指していると。それはいいね、警察官よりもおすすめするよ。おいおい、やめた方がいいとはどういうことかね、雨漏り少年。それよりも早くお茶をお出ししてまえ。じゃあ春江さんとはこういうのでまだつながりが。まあつながりは、お世話になったっていうのはあるんやろな。まあそうね、まあそのおかげで、うん、結局息子は蘇ってるし、うんうん、で春江さん、春江さんはどうなんやろ、生きてんのかな。どうなんだろう。おっと、これは失礼。では改めて今回の依頼内容をお伺いしようか。ああ、エンディング3、シギマハルエの伝説。ほう、レジェンドオブシギマハルエ。ああ、全部見たから。ああ、消えた。消えたか、うん、ああなるほどね。オッケーっていうところで終わりかね、うん、今日は。そうだね。